どうも今回は FX の5日公開のコーナーです。ちょっとまとめるのは難しいかもしれませんけども、一つ一つ説明していこうかと思います。本日5月31日で朝7時ですね。で、月末に関わってくるのと、あと140円の壁を超えたということなんで、多分ここからね、投資家さんの心理はそろそろかなっていうふうに変わってくると思うんですよね。じゃあそのあたり解説していきますと、今、加工トレンドっていうふうに書いてくださってますけども、 まあ、あ加工トレンドと言えなくもないんですけどね。もう一押し、本当に加工トレンドが来るためには、ここを割っていく必要があるかなと思うんですよね。139円を割って138円ぐらいまでに行くとあ、トレンドが起きたのかなっていうところです。今のところまだ横ばいなんですよね。今引いた線と、140円の921ですか、赤いラインで引いたところの、このレンジになってると思うんですよ。だからこのレンジを、まあ、いかに抜けていくか、もしくは、 またね、レンジをしばらく続けて横ばいがいつまで続くのかってことを見ていこうかなと思います。で、なんでここのポイントを選定したかというと、一旦落ちていって強い要線によって上まで駆け抜けてるとこなんで、ここが一つのネックラインになってくるわけですよね。で、ここを取ってもいいんですけども、やっぱり上底過程の過程のネックラインを取るためには、こっちの下の方をつけていくのが、あまあ、セオリーかなっていうことですね。そう考えていくとね、ここも似たような形でネックラインが見えてくるわけですよ。 ここね、だから加工トレンドがさらに下の方に更新されるかどうかっていう時にここも見ておく必要がありますよね。そうすると例えばここを突き破った時でも今度はここまで行くかどうかなっていうところが見れるわけなんですよ。で今度は形が変わってきますけどもここはね横ばいに入ってるところなんですよね。横ばいいのレンジをこういう,ふうに 抜けていったたかららこここそブレイクがまここまで起きたとも捉えられますちょっと線がごちゃごちゃして分かりにくくなっていると思いますけどもこういうのがねあのさまざま重ね合わせてチャートっていうのは上昇トレンドを書いたりとか横ばいだとか下落トレンドを書くってことになりますんで、えー、一つ一つ分解してね、えー、また別の解説で使ったあーレジサポラインですとかそれからあのボックスですよねこちらの方も思い出しながらやっていただきたいと思いますね。 で、加工トレンドっていうのは、うん、確かに加工トレンドと言えなくもないんですけども、もう一押し待ってみましょう。140円台が139円台になったところで加工トレンドって考えるのは、4時間というよりもね、1時間とか30分足とかでしたら加工トレンドって思いますけども、今のところはね、横ばいの方が強く見て取れるかなってところです。 ただ、まあ、付け加えると、ここがね、ダブルトップみたいになってるんで、これ、加工トレンドのきっかけになる最初のおフェーズというふうに捉えても間違いないかなと思いますね。次行きましょうか。次はね、あの、ブレイク時のエントリーポイントってことですけども、丸いのが書いてますね。まあ、ここはいいと思いますよ、これで。えー、ブレイクした時にこれをエントリーポイントとして設けていっていただければと思います。で、下引きが短くなるってことは、あの、売りに関しての 反転圧力がなくななくっってるってるんで本当にねあの下下げ圧力に変わってくる可能性があるんですよでも今のところはね上昇圧力がなくなったばかりなんで横ばいに向かうっていうのがその前の段階ですよねグッと切り替えて上昇圧力が下降圧力に変わることってあんまりないんでねもうちょっと時間を置いて変わるんじゃないかなと思いますただチャンネルラインはちょっとね下落傾向にあるんで1時間で見たときにこれは売りの方向にね え、転換したかなと感じても、それは間違いではないんで、セルでエントリーする、そんな機会を伺ってもいいのかなと思います。今まで通りね、下の方にはなかなか行かないんだけども、上昇圧力のことを加味して、上には抜けるんじゃないかなって先入観から、いやいや上に抜けることよりも、今度は横ばいなり下に抜けることの方が多くなってくるんじゃないのっていうふうに思考を転換する時期ではあると思います。はい、横ばいから下落の可能性が高いってこう書いてますね。はい。 まあ、引き続き慎重にエントリーなんですけども、今回ね、その月末とか月初ってことを、いつもよりはあんまり感じなくていいかなというふうに思ってますね。うん、材料も特にないですし、これでしたら通常の一週間と思って、投資家さんも考えていくんじゃないかなというふうには思います、うん。急激な資金が入ったり出たりとか、今月に限ってはこれは起きにくいかなっていうふうなね、えーまあ、そういうふうな形で見てますね。はい。えー まあでも慎重になるのは慎重になった方がいいんですけどもねはい,い慎重になるってどういうことかってことはねまた別の機会に定義しようかと思います慎重になるって一体何ってことなんですけどもね <laughs> 一つはあの追撃を0.5にするってことなんですよこれ慎重にやってる時なんですよであの慎重になるときは私の動画更新も増えていきます <laughs> はいで5月30日の冷やしですけども冷やしはね、えっと、上昇トレンドがずっと続いている状態ですこれがこの度 加工に向かうのかどうかってことを、あの、冷やしの方ではチェックしておかなきゃいけないかなってことですね。ここもそうですよね。付け加えると、周足ってのが W が右変が強いっていうのの証明になってたじゃないですか。だからこれが伸び悩んで W が終わっていってね、今度はここのレックラインに向かっていくっていう風な周足の流れも起きるんじゃないかなっていうのも見ておいた方がいいかなと思います。で、まとめになりますけども、まとめっていうかね、ちょっと一言ね、付け加えて追進でお届けしたいんですけども、時間軸っていうのは必ず大きい方から見ていきましょう。 週足見て、日足見て、4時間見て、1時間。こういう順番です。で、1時間から4時間、4時間から1日って見る場合ってのは、1時間に変化が起きて、その変化が大きな時間軸、いわゆる支配並みに影響を及ぼすほどの変化になるかもしれないっていう時にね、えー、下の時間軸から見ていきますけども、まあ、滅多にそれは起きません。ということで、今回は以上です。お疲れ様です。